ティの2014おすしろゲチチタールタン、ブチ起きた。まだコメントも入ってない。白インジャーはまだか。5のスピードワールドである。リアレストがセールで買った。結構高いのもいるんだよね。日本競馬界は白毛馬増加計画でもやってんのか。白雪姫一族が結構有能だし、そのうち強い母が現れるかな。ニュージーランドで買った方は牝馬やったっけ。金庫が買えば化ける可能性あり。カウボーイカルって聞いたことないけど、これ暴れん坊将軍が乗るやつだろ。11白太夫みたいなかっこいい馬なにしてくれ。13のサイト適当に見ててまだ現役なんか思ってびっくりした。テイクオーバーターゲット、これは少し楽しみだね。今年の2歳は白毛馬が3頭、白雪姫の2014、白馬の遺伝子の2014、スポットオブビューティーの2014。フランス戦ギニー勝った白毛馬いたらしいけど、そこからつなげられなかったのかな。ここまで写真なし。ジオペラハウスの2014、メスに、父ハイシャパラル。ホワイトビューティーから続いてる。結構有名な白毛一族なんだな。ホワイトビューティー。1963の白毛ラインホワイトビューティー、流産1969白毛メス父多頭無礼。ボバカ中黒牝馬なら繁殖あげて日本の種馬つけれるけど、日本じゃ種ボバに離れないだろうけど、アメリカだったら種ボバなれたかもしれない。ほんま日本人白毛好きだな。ワールドワイドウェブ。まかり間違ってサンデー級の繁殖力持った白毛が生まれたら日本中白毛だらけになるのか。ダービーの出走馬が半分白毛とかギャグだな。ニュージーランドで領地の白毛牝馬を日本人が飼ってたな。どこで走るかは知らんが、引退後は白毛のディープ3コマを作ると言ってた。27ザオペラハウスメス白毛。金持ちが安直に考える金儲けのための客寄せパンダやな。オーストラリアだったか。現地で走らせたかったのに P に買われていったって情報どっかで見たわ。5選手除外で優先権取って13日デビュー余裕で 500kg を超えるデカ馬、メス。つまり白毛のレースとは2頭いる。白毛よりとちくり毛を増やす方が難しいって前あったスレのおっさんが言ってた。白毛の G1 馬がそろそろ見たい。ボバで重賞勝てる白毛が見たい。白雪姫の2014には期待している。雪ちゃんの2014はいないのか。今年の2歳は白毛馬が4頭でした。白雪姫の2014、白馬の遺伝子の2014、ザ・オペラハウスの2014SP。 もはや毎年恒例の白毛馬。そろそろ芝馬出てこいよ。白雪姫一族ダート馬ばっかりだし、とちくり毛は親がそうでも子は別に関係ないからな。俺は月毛が好き。月毛出て怖い。ところでブチ子が繁殖に上がったら、その下ブチが出るの。彼女の能力的にはブチが純白を上回っても。パロミノの競争馬って日本で見たことないな。俺はタスクメケが見たい。確かにブチ子の死がどういう経路になるのか興味深い。つける馬によって色